最近気づいたのってここにチョロ目がないと、あ、大事よ、横顔がやばい、触覚大事、うん、やるよ、言っとくけど私もやるでしょ、うん、フグでフグでフグもんだよ、だよ、だけどさ最近つるっとしたフグだもん、なんもフゲねえのよ、だけどさニッキニッキした油さ広げで終わってる時あるんだよね、わかる、そういう時はもうさ水で流すのよ、聞き取れてない、うん、さて、はいはい、というわけで、はい、大使食品の豆腐は私たちが食べておりますが、はい、これ3種類あるんですけど、3種類ありますか、今日私食べました1個食べたで1個食べました、なぜ大使のこちら豆腐バーがあるかと言いますと、はい、大豆とあなたと給湯室とこちらですね、次私のオラムをこの部屋から追い払ったコーナー、いないよ私いないんだよあの時一人コーナースタートしておりまして、はい、皆さんからのお悩み相談にお答えさせていただいてるんですが、うん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 、めっちゃ来てるわけ、本当だ、めっちゃ来てるんだけど、うん、毎週1個しか読めないから、そうだね、なので、うん、今日はこぼれちゃったとか、あら、これはオラムと話したいなと思った、うん、何やつ、しかもさ2件一緒にまとめて、うん、似たようなテーマだったので、なるほどなるほど、2件まとめてご紹介したいと思います、あなたとオラムと大豆と給湯室とね、うん、大豆ってあな、え、大豆とあなたと給湯室と時々オラム、あ、いいですね、こちらでございます、時々オラム、フィーチャリングでもいいです、え、フィーチャリング、ラブズ、はい、ラブズダメ、ラブズダメ、ラブズよしみですラブズよしみさて、じゃあ2件ご紹介します、うんうん、ラジオネーム愛のヘリ、ヘリ、愛のヘリ、ブンブル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 ン、飛び立つのかな、の愛飛んで、愛飛んでっちゃうのかな、あ、なるほどな、うん、こんにちは、こんにちは、幸福絶倒の金曜ラジモット楽しみに拝聴しています、幸福絶倒、はい、対人コミュニケーションに膨大なエネルギーを割かれている気がします、うん、疲労感を覚えるため、うんうん、電話や人との会話を可能な限り避けたい、うんうん、全部メールでやり取りしたいくらい、ですがそうもいきません、なるほどね、都内で10年以上の勤務経験、移住、転職を経て青森県に来ました、うん、むしろ青森県への移住後から苦手意識が色濃くなってきた気さえしています、大豆さんは人とコミュニケーションを取ることに疲れる瞬間はありますか、うんうん、それからですね、ラジオネームボクボクさん、はい、大豆さんいつもアフタートーク楽しみに見ています、お悩み聞いてほしいです、僕は会社員です、最近パワハラとかセクハラとかいろいろ厳しいですよね、厳しいよね、される側、もしかしたら自分が気づかないうちにする側になっている時もあるかもしれません、確かに、考えるだけで人間関係がどんどん億劫になります、また僕はあまりはっきりと人に何かを言うのが得意ではありません、うんうんうん、大豆さんは社内の人間関係について 何かアドバイスいただけますか、よろしくお願いします、という、くしくもこのさ主に仕事での対人コミュニケーションについて2通メールが来ました、これについて豆腐バーを添えて、うん、添えて、うん、2人とも1本ずつ今日食べてるから、うん、結構なあのずしり結構これさ豆腐バー結構腹たまるよね、最高よ、だからもうね、サラダチキンよりたまるがも、うん、そう、お腹で膨らむ感あるね、うん、私はねこのね麻婆豆腐が好き、私はカツオだし、はい、ブラックペッパーもあります、いいの、はい、どうですかこ の人とのコミュニケーションに疲れることございますか、もちろんあります、もちろんあります、私さ一日でできるコミュニケーションの量って決まってると思うわけ、自分で、なるほどなるほど、うん、そういう料理ね、例えばグランデ、これは、うん、ベンティー、あ、ごめんベンティー、ごめん、私のおしゃべりと一緒、ベンティーサイズです、いつも私多分コミュニケーションのベンティーサイズはあるの、うん、だけどベンティーを超えたら私は体にきます、うーん例えば超える日もある、あるね、なんだろうな、人といっぱい会った日とか、やっぱさ同じベンティーでもさ、うん、いつも慣れてる人はさ、うん、一口ぐらいだけどさ、うん、初めての人だと減り早いよね、早い、同じ量いつも蓄えて、でも、うん、だから10件10分打ち合わせするのと1件2時間打ち合わせするのだと10件の方が余計使う、減るね、減る、10件違う人とコミュニケーション取る方がね疲れるね、対人コミュニケーションの悩み、私に絶対さ、私はなぜこれをこのアフタートークに選んだかというと、うん、私がそもそもコミュニケーションで疲れさせる側、私は疲れることはない、私によって疲れてる人はいっぱいいると思うから一人では答えられないと思って選んだ、蓄えられるエネルギーがベンティーサイズだし、うん、さらに満タン使ったことないねやべえこの人別になぜならだけど
人によって対応を変えないからだと思う。あなるほどね。初めましての人だろうと、うんうん、長い人だろうと、うん、年上だろうと年下だろうと職場の人だろうと何だろうと私はさ変えないの。だから私は同じ一口でずっと減っていくだけだし、うんうんうん、なんか今日はヘビーな現場だなっていうのは、うん、ゼロとは言わないけど、うん、なかなか最近ないね。そういうことか、うん、私全部違う。そうだよね、細かく全部違う。わかるわかる。同じ後輩でも中里と例えば営業の男性社員とかだったら全然違うし、うん、俺もそれ結構あるもんね。結構ある。だからさ私さ結構最近若い子多いのが、うん、この方も言ってるけど電話や人との会話をかなり可能な限り避けたい。うーん、電話嫌う若者多いよ。昔な電話2時間も3時間もしてお子さんそう親怒られたもんだけどね。友達でさ若い子でさ、うん、宿とか予約レストランとか予約する時、うん、ホットペッパーとか楽天とか、うんうん、ネット上で予約済まないお店は、うん、どんなに評価高くても美味しそうでも候補から外すっていう友達いた、電話で予約しなきゃいけないっていうだけでもう候補から外すっていう若い子いた。私ネットより電話の方が絶対やるけどな。うちらの世代より上まずすぐ電話かけるだ。すぐ電話だよ。すいません今日空いてますか。わかる。すぐとりあえず電話かけるじゃん。 だけどそれジェネレーションあるよ。わお。話すのすごいカロリー使う。同じコミュニケーションだったらテキストの方がいいっていう人は結構最近増えてると思う。年齢だけじゃなくても。もうなんかネットの方がめんどくさい私は。あとだからこのベンティを私使い切った日、うん、家族にも塩どころかもうさ結局どっかにさしわ寄せいくよね。そうこのストレス対人でのストレスって、うんうん、私は家族にしかしないからそれ。いやでも友達にもしない。そういう人多いと思うよ、うん、家族に対しては、うん、雑にしていいって言ったらおかしいけどつい雑になっちゃうコミュニケーションがっていう人。私からするとマジで逆だけどね。仕事の人なんて友達なんて切れっから。家族は家族恋人はそうそう切れたら困るから私は家族恋人に雑にしないで、まあね、外で私はその代わり釣り減らないように逃げる。 いいよその方が。私はたまには実家の家族なんて一番丁重に扱う。お父さん丁重に扱ってる。扱ってる。私のお父さんへの丁重な扱い尋常じゃないよ。そうなん難しいな。コミュニケーションが億劫、コミュニケーション取ることに疲れる、こういう人にはどうしたらいいんでしょうね。プープーっていう音聞こえてない？もしもし。今ちょっと YouTube 撮ってるからさ、アドででもいい？大豆です。やだ本物だじゃん本物だじゃん。ここも YouTube 使いますからね。悪いけどね、ちょっと生で聞いちゃった。やだ切る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 。全然全然。はい、お世話してます。されてます。はい。本当ですよね。はい。本当に面白いですね。なかなか切らないですね。本当に面白い。出てもいい？一緒に出てもいい？そうだよ。出してね今度ね。うるさいから切った。ちょっと待って。嬉しい。今対人コミュニケーションで初めてストレス感じる。ラジオやってても私はやっぱ進行通りに進んでないっていう私の予定を狂わすって思うとストレス感じるから、それ今すぐ感じた。何の話してたっけ。あどうさそのさパワハラセクハラみたいな話もなかった、うん、パワハラセクハラとかいろいろ厳しくてそれをもしかしたらしてる、うん、じゃってるかもって思うと余計コミュニケーションが億劫になるね。だからさこれはさ2人ともさでもさ気にしすぎっていうシンプルな答えじゃない、うん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 、まあ、それはあるかも。我々の世代ってさ、うん、バリバリ昭和世代でやってきた人と、うん、スーパー平成 Z 世代とちょうど間にいてさ割とどっちの気持ちも分かんない。言ってる意味すごい分かって、うん、世代間だけじゃなくて時代とか、うん、今のこのなんか雰囲気的に、うんうん、うちらって火力強いじゃん。強いね。だからさこうしたい、うん、私こう思う、うん、それ好き、うん、火力強いって言って話題もさ、うん、自分から振るの苦じゃないし、うん、今までってどうやってもさ火力強い人にスポットライト上がってきたの、うんうん、けどで今そんなに時代がこうイケイケの時代じゃないから、うんうん、いわゆる声通らない人、例え話としてね声通らない人とか火力弱い人の時代だなって私は思う時ある。今がね。今が。ああ、わかる。それわかる。うちらはちょっと今の時代にはある種合ってないっていうか、わかる。声ちっちゃい人に耳傾けるような時代なんじゃないかなって思うと、うんうん、
ある種この質問って今の人たちの感覚っていうか、うんうん、本当は多分いいこと思ってたり、うん、なんかこう考えることあるけどつい言うのが億劫になったりとか、うん、そもそもそんなに大きい声で主張したいって思ってない。いいアイデアはあるけど、うん、宇治原さんなんか思いついてすぐ言いたいじゃん。言いたい、すぐ企画の形にしたいし、うん、すぐ特番やろうとするし、やるよ、すぐ公開録音やろうとするし私もそうじゃん。そういう早いとか、うん、熱量が高いっていうことじゃない人たちのものにいかにこう汲み取れるかっていうかスポット当てれるかっていうことが結構実は面白いコンテンツを作る上ですごい大事だったりするのかなって思うと、うん、こういうメッセージを送ってくれたこの人たちっていうのはある種今の時代の感覚に合ってる人たちだと思う。あ、なるほどね。実はこういう人たち今多いと思うから、うん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 、こういう人たちにさ思ったこと何でも好きに言えばいいんだよっていうアドバイスはもしかしたらちょっと違うのかもっていう、うん、だって言えないからどうせばいいって言ってるしね。そう、うん、言えないしんだよね、うん、きっとなんかこう。あ、でもあの言わせていただくけど、うん、私もあんまり言えないタイプだよ、うん、それは本当だよ。あんまり嘘だと、うん、本当だよ。火力の強い弱いで言ったら全然高火力間違いない、うん、チャーハン作れるのよ、うん、なんかなんて言うんだろうな、オラフの場合は言いたいことがないから言わないだけでしょ。どっちでもいい時でしょ、うん、じゃなくて後ろはさ思ったことあればそれは出せるじゃん、うん、それは言う。そう、これが火力互い同士だからこうやって言えるけど、うん、今火力弱い同士だったら、うん、話の流れもあ今流れそっちに行ったんだって思ったら、うん、そっちの流れで今日は合わせておこうってなる人は多いと思うわけよ。でも本当はいいことを思ってる人これを吸い上げられないってことはすごいもったいないことなわけ。確かにそれはそうだね。で今ってこっちの人の方が考えるものが面白いことが多いことが圧倒的多数なの。なぜなら時代に合ってるから、その人たちの考えが多いしな。人のその時代が合ってるってことは、その人たちに合ってんのよ、うん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 、だからうじらはつい人の話を遮ってでもだってで遮る。特に私はもう超高火力だから間違いない。ドラゴンの火みたいだからすごいよ灼熱うわもう燃えないものはないっていうぐらい燃やしてんだからこっちは確かに青森県で燃えないもんね。燃えないもんないよね。だいぶ燃やしてるよ、うん、弱いそよ風をちゃんと察知できたりとかさ、そういう形で伝えられる人が強いなって思う。だからこの人たち実はすごいいいアンテナだと私は思うよ、うん、みんな億劫だと思う、うん、あ、そうだね、うんうん、疲れてでいいんじゃないっていう感じ、うん、だからでみんな私たちほどコミュニケーション求めてないかもって思う時ある。わかる。なんか過剰だなって、ついさ一緒に仕事する人とコミュニケーション取らなきゃって思うけど過剰だよね多分、うん、私はなんかできるだけ誘わない、うん、なんかそれを寂しいって思う気持ちはあるよ、うん、けど高火力同士でやろう、うん、そう思う、うん、別にこの火力が弱い人も芯はあるのよ、うん、でも自分の芯別にぶれないんだから、うん、人にこの芯を説得しようって気がない。だから芯あるないの話とまた別よ、うん、自分の意見がない人が火力弱いっていう話じゃなくて、うん、意見もある考えもある芯もしっかりしてる、うん、ぶれない、うん、だけどそれを外に伝えたりとか、うん、人に共感を生むためにこうやって話すことがめんどくさいとか、うん、そもそも人に分かってもらおうっていう気がないっていう人が多いっていう話。人と話し合いするとさすり合わせなきゃいけないじゃん、うん、それがめんどいから私の中だけで思ってればいいやって思ってわざわざ引いたがないっていう人が私の言ってる火力の弱いでも今の時代の人たち。でもその人たちのにこういかにこう物を言わせるかっていうのがむしろ一番大事なこの時代が汲み取らなきゃいけないことなのかなって私はすごい思ったりして。やったら言いやすくなるんだろうね汲み取りたい時ってさ。簡単で後ろが黙ればいいんだと思う。なるほどね。黙ってれば喋るかなそれはあんちゃんだなるほどね。黙ってれば喋るか。もう喋ってくれればいいな。そもそも仕事をうまくやるためにとか必要があるからコミュニケーション取るだけで、私普段のコミュニケーションマジで無駄だと思ってる、うん、だからオラムガラクルさ日常の会話とか全部無視したりするじゃん、うん、必要な話で聞いてるんだったらそもそもこんなことに悩まなくてもいいんじゃないのかな、うん、特に仕事なんてね、うん、仕事なんて仕事の内容さえはっきりしていれば今本当さ無理じゃない。その仲良くなるっていうかさ、うん、雑談でコミュニケーションとかランチ一緒に行ってそこで仲良くとか、うん、私はしたいタイプよもちろん。私も、うん、したいタイプ。うちらがしたいタイプなのは分かってる、うん、でも、うん、強制できないじゃん。できないできない。今、うん、かわいそう。私はオラムとはもうラジオを面白くする、うん、その一点でうちらは繋がってるっていうのがあるから、うん、そこに関してはもうガツガツいくし、うん、逆にそこ以外に関しては遠慮する時もあるじゃん、うん、なんか遊びに誘われたりとかしても、うん、何のための繋がりなんだっけ。職場の人だったら仕事のため円滑に行くため、うん、
友達だったらこの話する人、うん、この部分ではわからないことはあるかもとか、うんうん、それはある、ね、割り切ってさ、うん、それ以外のコミュニケーションはむしろ取らないようにしてみてもいいかもね。私だからその、うん、この人とこの話するって決まってることしか本当に話さないから、いっぱい友達いるけど本当にその話しかみんなこの人とはしない。この人と家族とか結婚の話しても意味ないしって思う人もいるし、この人と仕事の話しても意味ないしっていう人もいるし、まあ、あとうちらって本当にさ、やっぱさ一回ご飯食べようってマジでその文化で育ってきちゃってるから、やっぱりより仲良くなって円滑なコミュニケーションの方がうまくいくって、うん、この住み込みから一回抜けたらどうですかっていうのを、そうだね、本当にそのコミュニケーション必要ですか、うん、っていうのを余計なことで悩んで、まあ、特にうちらみたいの見れるといいな、こうやっていろんな人とコミュニケーション取れてるんだろうなって思ってるかもだけど、必要ですかっていうこの答えどう、これは。いや、それでいい、いいんじゃない、うん、こんなのまやかし、まやかし、うん、こんなの今の時代にまやかし、 これは、うん、あのダメな例だと思う。どっちかっていうとこんなにぶっこんで何でもズケズケお互いに話し合うっていうことを理想って思ったらダメかも、うんうんうん、あの今の時代じゃないからこそあの、まあ、ファンタジー的な要素ちょっと待って、うちらってそんなさあの想像の生き物みたいな域まで行っちゃってんの。そうだよ、やばいね。でもそうかも、竜だから。あっ、でもどっちかってさ、たぬきだよ私ね。こういうのもさ、うん、今多分さ年下ってさ言われた時困るのよ、これも何腹だろうみたい な、ね、な笑っていいのか なだからみんなさ繊細だ ね今の時代って、うん、いやコミュニケーションでも少なあんたたちの時代来てるよって思うんだ、うん、うん、うちら古いよね、古いよ、古い、それ自覚してる、ファンタジーだからいい、苦手で、うんうん、それでよしよし、そういうことでなんかいい話したな、うん、と思うけど、社会性あった、あった、うん、時代のせいにしたけどな、まあ、な答えを時代に逃げたけど